過去の忘れられないとか許せないエピソードとかありますか？やっぱ一番許せないっていうか、なんかえみたいに思ったのがあるか、いっぱいあるんですけど、過去一が私が結婚するってなって、はい、結婚式をしたんですよ、はい、もちろんその受付とか私の友達にお願いしてて、うん、で兄がその受付にご祝儀を持ってったんですよ、はい、もう持ってくね家族だからね。そうそうそう、うん、でその封筒にこれぐらいのなんか厚みがあって、おー、うん、それはやっぱ可愛い妹の結婚式です。すごい。で友達とかもやっぱそのお兄ちゃんってすごいねみたいな、うん、私の友達とか兄のこと昔から知ってるんで、はいはい、やっぱお兄さんってすごいんだねみたいになったんですよ。ありがとうございます。私もすごい鼻が高くて、うん、いや兄ちゃんめっちゃ羽振りいいからさみたいなベンツも乗り回しててね、すごい羽振りいいからみたいな、家帰ってもう楽しみに開けたら全部マレーシアの通貨でなんかマレーシアのお札がこれぐらい入っていて、はいはい、なんかその時のレートでなんか換金したらいくらになるんだろうと思って、もしかしたらもうなんか100万超えるのか、逆にね、逆に、うん、私そういう世界の通貨とか分かんなかったから調べたらもう数千、はい、1万もいかなかったんですよすごくないですか？これはすごい話だな。これおもろいな。すっごいショックだよ。なんかもう見た感じ絶対100万はあると思ったから、うん、またそのお金で何しようかなみたいなちょっと豪華な旅行行こっかなみたいなすごい思ってたんですなのにほんとすもうそれを換金しに行くのも恥ずかしいから、はい、そのまんま封筒にまたシャッてしまってもうなんかどっかにポイって多分捨ててはないけどどこに、ね、まだある、まあ、どこにある捨ててはない。いやいい話じゃないですか。いい話だね、これは、うん、エッジが効いててね、うん、芸人さんみたいなエピソードですね、これね。許せないです。ギャグ漫画かと思いました。俺は今思い出したもん、それ、うん、言われてずっと思ってる、目に持ってる。どういう気持ちでそれをやったんですか？いや、そういう気持ちだよ。周りの、ね、受付の友達とかにいい顔して、うん、あ、違う違う違う、それが後日こうやってエピソードトークができたらいいと思ってたよ、友達同士で。いや、その時はさ、こういうほらエンタメ界に出るとかもないのに、うん、別にそんなさエピソードトーク作んなくてよくない？あ、でも気づいた？今ちゃんとその時貼った伏線を回収したの、うん、つまり今日この日のために俺はお札を仕込んだんだよ、ね、いや、まあ、結果的にね、今大爆笑を生んでるんで、まあ、これはね、居酒屋とかで友達に喋っても絶対ウケると思うから、はい、でもほら、ネタを一個提供してあげたの、ね、その場がその和やかになるっていうネタを提供したので、めっちゃプライスレスで、うん、100万以上の価値はある。なるほど。うん、なんか自分が正しかったみたいなね、言い方してくるじゃないですかこういうことですね。そうです、今見てます。そうなんです。こうやってなんか言いくるめられて、なんか私が悪かったのかなみたいな。でもあれだよ、ちゃんと大人になってからも、まあ子供いるんやけども、はいはい、ちゃんとおもちゃとかいろんなもの買ってあげて送ったりするんだよ、うん、でもお年玉一回もくれたことないよね。お年玉なんかいらないんじゃん。その代わりがミニ四駆欲しかったりすると送ってあげたりとかさ、あ、 iPad とかも送ったのあったっけ俺。あれはさ、あれじゃん、私の成功報酬でしょ。成功報酬なんで兄弟関係で成功報酬ってのが出てくるんですか？わりかしなんかねだられたやつを買ってあげてる気するけど。そんなことなくない、うん、2個ぐらいじゃん。いや、そうなの、結構送り続けてスイッチとかも送ってるでしょ。でもそのスイッチとさミニ四駆ぐらいじゃん。いや、もっとなんかミニ四駆のコースも送ってるしミニ四駆のコースゲームの、うん、コース一番高いやつね。うん、まあ、そういう慈善活動してます。え、実際今さっきおいっ子さんのお話ですよね、うん、結構じゃ あの一緒に会ったりとかは、うん、小雪さんされたりとか、うん、まあ、会社に連れてきたりするんだよね。託児所や持ってんと思うんだよじゃあまあ面倒見のいいお兄さんっていう感じなんですか？いやー、そんな面倒見てるの見たことないですけどね。今日は見たことない。他のスタッフさんの方がなんか構ってくれたりとか、うんうん、俺子供いないから分かれへん、その接し方が。あ、そう、可愛いなとは思うし、ちょっと遊んだりもするんだけど、はいはいはい、まあ、勝手にそれで遊んで勝手に学んでこいよって思っちゃうから動画撮りたいんやったら別に撮ってもいいけど、はいはい、あの神木健治のとこみたいなって思ってるんですよ前なんかツイッターとかで上げたよね俺ね。上げた、上げた。そしたらむちゃくちゃいいねっす、はいはい、来て可愛いみたい、うん、ちょっと似てますねとか、なんかいや、もうあんなんでいいねもらえないと一生写しといたらええやん。アスカさんの周りに小ヤッキーさんのお兄さんとバレてるんですか？一部にはやっぱバレてます。本当に最初の頃とかに、うん、今日これ YouTuber だからみたいな感じで来たから、はいはい、うん、何 YouTuber わらみたいな感じでなんかギャルじゃんなんかその仲いい友達とかに、なんかうちの兄ちゃん何やってるか分かんないけどとりあえず YouTuber になったんだよみたいな、もう言っちゃったんだよね。だからね、どうせこんな有名になると思ってた。そうそう、私はもう絶対になんか全然、ね、売れないと思ってたから、うん、ペラペラって言っちゃったんですよペラペラっと、うんうんうん、そうで、なんかみんなで兄ちゃんなんかすごいねみたいな、何でもやるけど今度 YouTuber なのみたいに
なって、はいはいはい、やっぱそこら辺で知ってた子とかはやっぱり今でも見てくれてたりするし、うんうん、すごいよそれは。え、すごいって言ってくれてるの。いや、すごいって言ってる、みんな結構だから小安スターの方見てるのかな、なんか都市伝説の方とか。おー、やっぱりね、うんうん、すごい、そうそうですね、うん、だから一度たりともうちの友達がサイン欲しいって言ってるから、ね、言われたことがある。いや、サインはいらんじゃん、だっていらんじゃん。幼稚園の頃からとかの友達とかで、まあ、ただの兄ちゃんなんですよね、はい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 、私の兄が出てるだけみたいな、うんうん、別に言うなんかサインはいらないかなみたいな。まあまあ兄が有名な人になった。そうですそうです、うん、なんか、うん、ね、あんまり友達の兄が、うん、なるほどね。まあじゃあ結構知られてはいるかなっていう感じ。まあ本当そうですね、ごく一握りには知られてると思います。でもなんか知らない人にコヤッキーをなんかおすすめされたこともあるよ、なんか。あ、そうそう、あの、でそれを私の兄です、それ言われへんかったやろ。言わなかった。私が前に、はい、そのコヤッキーのイベントで PA をやってたことがあって、その時のスタッフ T シャツも私めっちゃ部屋着なんですよ、はい、でそれをなんかもう着て幼稚園のお迎えにね行ったんです、うんうん、そしたらやっぱなんか見てる方が、はい、それなんでその T シャツ持ってるんですかみたいな。そりゃそうだよね、なんでそれ着てるんですか、スタッフ T ですかみたいな、どこで手に入れたんですかってすごい聞かれて、あーなんかちょっとお手伝いしたことがあるんですよって言ってる。何言い方めっちゃですよ。何やの言い方。他人行儀急になって。いやだって全然知らない人から言われたから。知らない人から、ね。びっくりしちゃうよね。用意してないから答えよね。そう。でそれでなんかこう言ってグイグイ来られても嫌なんで、はいはいはい、ちょっとまあちょっと手伝った程度。うん、の存在みたいな。じゃあもしかしてこの Vlog を今見て一致して、うわああの人、うん、小ヤッキーの妹さんってなってる可能性もある。そうそうそう。